消臭剤は特定の悪臭を除去するための薬剤。業務用や家庭用があるが、一般には今やトイレ、衣類の汗など日常での悪臭を消すために用いられる家庭用消臭剤を指すことが多い。なお、方向剤も生活での消臭目的に用いられるものが多いため、一般に方向、消臭剤として一くくりにされることが多い。 静岡県の実業家である松浦礼一によって命名された。似たような薬剤である脱臭剤、防臭剤についてもここで説明する。厚生労働省はそれぞれの違いを以下のように定義している。なお、方向剤は空間に方向を付与するものと定義している。部屋用消臭剤は大きく分けるとの二つに分類される。一般的に置き方は 普段の匂いを取り除く効果があり、スプレー式は一時的に発生した匂いを取る目的で使用される。悪臭には大きく分けて3つのタイプがある。これを日常生活に投影すると、トイレ、台所、タバコ、排水口、ゴミ箱、下駄箱などが対象となる。消臭剤におけるメカニズムは大きく分けて4種類ある。 悪臭の元となる成分を消臭剤の成分と化学反応させ、無臭の成分にしてしまう方法。直接化学反応させる中和反応と酸化物を消臭成分に入れ、悪臭成分を無臭の酸化物に変える酸化反応がある。中和反応においては、以下のメリットとデメリットを上げることができる。悪臭の元となる成分を抑え込んだり、 包み込んだりしてしまう物質を用いる消臭法。悪臭成分を抑え込んだり、包み込んだりして、匂いを発生させないようにする方法である。そのタイプによって、吸着、包摂といった種類がある。物理的消臭法については、以下のメリットとデメリットを挙げることができる。生ゴミなどバクテリアの繁殖による悪臭を消す方法。抗菌剤などを用いて、 繁殖を抑止する方法や微生物を用いて、バクテリアを分解してしまう方法などがある。悪臭を方向成分で包み込んでしまう方法。方向成分を強くして、悪臭を誤魔化してしまうマスキングという方法と、悪臭の元となる化学成分を良い香りの元となる、構成成分に取り込んでしまうペアリングという方法がある。効果が高いのは後者である。 有害な悪臭原因物質の消臭という観点から見た場合は効果を得ることはできない。便器に方向消毒薬剤を供給するサニタイザーとサニタイザーからの方向消毒薬剤溶液が注ぎ込まれる大便器の様子方向剤は果物や柿、樹木などの匂いで悪臭をマスキングする、また単純に香りをつけるものである。基本的に消臭成分は入っていない。 かつては、化学合成による香料が中心だったが、今日では純粋な天然成分を用いたものも多い。また、消臭剤にも大抵芳香成分が入っている。芳香として好まれるものはラベンダー、バラなどの花木、リンゴ、レモン、桃などの果物、石鹸などであるが、近年は樹木の香りや素材そのものの消臭成分を生かした、緑茶、竹。 木炭といったものもある。サニタイザーが取り付けられた水洗便器サニタイザーからの薬液が注ぎ込まれた便器の様子。ありがとうございます。